久保さん、久保さん、昨日ですね、公開しましたよ。1億3000万。<laughs> 1億3000万熟成で稼いだぞっていう、公開しました。<laughs> まあなんでこの話をしたかっていうと、まあ、久保さんもそうなんですけど、まあ、知っていることを話しているだけなんですよね。知っていることを。 まあこれ、ね、億万長者シリーズでな、もうこれからも言い続けると思いますけど、久保さんもね。私はマージャン店でした。マージャン店だった。知ってるというか、まあ、そ,そのままなんですけど、私はマージャン店でした。ただの親父です。<laughs> それを言ってるだけですね <laughs>。自己アフレート知ったから、知って、知ったことを喋っただけです <laughs>。1億3000万稼いだ人も、最初ね、話す、やる、自分で発信できるものはないと。 いう話だだったんだけど、うん、とりあえずあの発信してみればとまあ、いうことを僕は声をかけてたんですけどじゃあとりあえず発信するじゃあとりあえずじゃあ自分が知っていることを自分が経験してきたことってなんだろうっていうところであのやり始めたわけですよでたまたまそのとりあえずやってみよう、うん、とりあえず自分が知っていることをアウトプットしてみようっていうところで まああのアウトプットした動画があるんですけどそれ今40万回ぐらい回ってるんですねでも最初は全然回ってないですよだからそれは半年後ぐらいにバズったんですけどでその動画を撮った後にまに、あ、コンサル僕の入ったの、まあ、ちょっとその順番を忘れましたけどであとはその彼女が知っていることで、まあ、最初に1000万上げた時が何かっていうとその 趣味かなんかでカードリーディングみたいなカードをこうやってたんですよ。タロットではないですけど、カードみたいなね。でもそれも知ってることなんですよ。で、それでカード、じゃあ、じゃあそれやりましょうみたいな話で、それも、それでやって、えー、そのカードリーディングの、まあ、まず、商品。まあなたをカード、カードで占いますみたいな。で、それで、まああ、単品で数千円で始めて。 まず無料で発信してじゃあ今度商品として値札つけていきましょうってことでじゃああなたやりますよワンツーでやりますよみたいなあのこう占いますよ占い占いとはちょっと違うんですけど、まあ、カードでねあ出たカードに対してどう思うみたいなでその後オンラインサロンやってじゃあ今度オンラインサロンをパッケージ化してじゃあバックエンド作りましょうってことでそれで1000万あげたわけですよでそれやってる間にそのとりあえずやってみた動画がバズって で別チャンネルなんですけどね。で、それで、今、こっちのバズったチャンネルの方で、まあ、ビジネスしてるわけなんですけど。あじゃあな、なぜね、多くの人が知っていることで億万長者になれないのかって話なんですけど、知ってても、シェアしないですよ。知ってても言わないですよ。だから、違いってないかっていうと、知っていることを言ってるか言ってないかの違いですよ。だから、これ、久保さんもね、しきりにみんなの銀行も言ってると思いますけど。 <laughs> みんなの銀行も知って自分がやっただけじゃそれはダメそれはもう何も展開できないよって話で自分がこれいいなと思ったら伝えるでそうすることによってみんなの銀行の場合はまあ無料でねダウンロードするだけ1000円もらえるわけですから僕久保さんみんなの銀行ね2万5000円ぐらいになったかな目標がね3万5000円ぐらいになったら10人ぐらいですねちょっと頑張りますけどみんなの銀行 2万5000円にようやくなったな。な久保さんはね、もう、結構いってると思いますけど。あ、なんかデビットカード20、20%キャッシュバックキャンペーンやってますね。<laughs> 8月15日、1人当たり上限。これペ a ペ p みたいなやつじゃないですか、20%。20%ってまあまあバックですね。上限1000円まで、デビットカード。すげえ。はい。2万5000円になりました。 これは万千円です、ねはい、まあこれも僕は知ったらすぐやっただけですよ伝えたっていうシェアしただけっていうでもこれシェアするまあ僕は今ねあの知っていることをずっと伝え続けてきたんでこれもちょっとあれなんですけどいやそれは吉谷さんだからでしょはいそうですっていう。 久保さんももう、もうちょっとで10万いくのかなだか久保さんも僕もそうですけど、知っていることをずっとシェアしてきたことによって、まあ見てくれる人が出てきたっていう。ただそれだけなんですだから、こういうふうに、その、シェアすると、んなんだろうな。まあ、1000円じゃなくて、1000円の25倍ですよね。2万5000円になっていると。でも、知っていることを伝えてない人は、 あのまあ YouTube まあユーチューブにしましょうかじゃあ YouTube で知っていることをシェアしていなかったら見てくれる人ゼロなんで今からやってもゼロですよただその知っていることを積み上げてきたからそこに、えー、見てくれる人がいてでそこにシェアしたからまあ何人か登録してくれたって話ですよねだからその 一番最初の彼女の話に戻りま、戻りしますけども、知っていることを発信しなければ、その一発当たる40万回再生されるみたいな動画も出てこなかったわけですよ。だから結局始まらなき、始めなければ始まらないってことですね。あなたが、なんかああだこうだ言ってね、いや、久保さんだからできたんでしょうとか、吉谷さんだからできたんでしょう。その通りです。<laughs> その通りなんだけど、やったことは知ったことをただやってるだけだよっていう。 うん時にはねあのし、知らないことは言えないか。知らないことは言えないですね。だって知らないんだから。これが、ちょっと、ちょっと、伝え方が難しいか分かんないですけど、多くの人は、なんだろうな、自分が結果が出てないとダメとかね、自分がやってないとダメみたいな概念もあるんですよ。じゃあニュースって何ですか ニュースってニュースキャスターが体験したことですかニュースキャスターが経験したことですかもう一度言いますね。ニュースキャスターは、まあ、ってますけども、その情報。その情報って、うーん、やろうな。自分が体験したことなのかそれとも、自分が経験したことなのか自分が殺人を起こしたことを喋ってんのかねねなんか、 ニュースキャスターもしその人が殺人してたら <laughs>、ニュースキャスターできてないですよね <laughs>。じゃあ、じゃあ、ニュースキャスターがこうよ情報をこうシェアするじゃないですか。じゃあ、そのことによって、なんだろうな、うん、あそんなニュースがあったのか、そういうことがあったのかっていう、知ることができるじゃないですか。じゃあ、そこに知ることができることに対して、何も価値はないんですかもし価値がゼロ。へそ世の中にはそんなことがあるんだっていうか。か そういうな,なんだろうな、価値がゼロだったらに、そもそもニュースっていう番組が誰にも見られないですよね。いや、お前経験してねえじゃないか、お前が殺人したわけじゃねえじゃないかってなるじゃないですか。なかお前がやってないのに何喋ってんだみたいなど。どうですかね。<laughs> お前が経験してないのに何喋ってんだよって話じゃないですか。だから知ったこと、だからテレビ番組がその取材をして知ったこと。 ね、テレビ番組が取材をして知ったことを公共の電波であのー、ね電波に乗せて発信してるだけですよそして視聴率をとってるとであとは工夫ですよねどういうタイトルなのかどういう、えー、情報を仕入れるのか視聴者が欲しくなるような、まあ、ワイドショーとかもそうですよね視聴者が求めてる欲しくなるような、えー、ニュースネタを仕入れてであなこ方でしゃべるっていうね え全部そうですよ。うんまあ、自分が経験していることをしゃべる、自分が知っていることをしゃべる、もしくは知ったことをしゃべるとかね、仕入れに行くとかね、知らないんだったら仕入れに行く、そしてしゃべる、取材しに行くとかね。わかりますだからその情報の概念というか、うん、だからそ,そ,れその側面でね、多くの人は見てないので、じゃあニュース番組はそういう側面で見てないじゃないですか。要はニュース番組はそういう展開で見てないですよね。 だ僕もそういう展開で昔は見れなかったですよ。でも今はいろんな勉強して、いろんな体験をしてきて、ニュース番組ですらそういう展開ができるわけですよ。これ実際、億万長者合宿でもね、僕はね、久保ニュースをね、この久保ニュースの話をしてね、久保さんっていうのは第一情報なんだよと。要は、僕はニュース番組あんま見てなかったんで、当時、Facebook やってたときに久保ニュースがで、久、ね、保さんがね、ここでこんなのありましたみたいなね。 あ、こんなことあるんだみたいな。僕はニュース番組見てないんで、Facebook に久保さんのニュースが上がってくると、あ、世の中で自信があったんだと思って。<laughs> 僕からすると第一次情報なんですよ。つまり、あ、久保さん、なんかありがとうみたいになるわけですね。<laughs> だから、第一次情報と第二次情報、第三次情報のこの概念は何なのかみたいな、うーんー、億万長者合宿でね、実際の本編でね、僕はお話し,しましたけど、 ここなんですよねだからこういうのを知らないというかこれも知ってるか知らないかでもうーんそういう概念すらなかったとしてもまあとりあえずやってみるっていう <laughs> とりあえず知ったことを発信してみるっていうことを始めないとまあ何も始まらないですよね、まあ、そもそもインターネットビジネスってインターネットに何があるのかって話でインターネットに情報があるんですよ活字情報なのか動画情報なのか 写真情報なのか、その情報をみんな見てるわけです。全部です。まあもちろんそのゲームとかね、そのそ動く、なんかそういうのもありますけれども、基本的にネットって何があるんですか情報なんですよ。大きくくくると。つまりネットで稼ぐためには、情報を流さないといけないですよね。 だ、あなたが知っている情報を流す、もしくは情報を知りて流す、これを、このロジックをしない限り何も始まらないです。ブログで稼ぎたい。ブログで情報を発信しなければ何も始まらないです。YouTube で稼ぎたい。YouTube で情報を発信しなければ何も始まりません。Twitter で稼ぎたい。Twitter で集客をしたい。情報を流さなければ何も始まりません。まず、ここが起点ですよ。で、あとはどう見られるのかっていうところの創意工夫ですよね。 ただ素振りをするんじゃなくてどうやったらホームラン打てるかなって考えながら素振るっていうことですよねあとはでも本当に一番最初は、ね、そんなことも考えなくてもとりあえず素振ってみると、ね、とりあえずそこに目の前にバットがあるから素振ってみるとかね <laughs> あの登山家じゃないですけど目の前に山があるから登ってみるみたいなね <laughs> うんとりあえず自分が目の前に YouTube あるんだってとりあえずやってみるっていうね ここが一番大事ななんじゃないですかね、うん、そこにみんなできない理由を並べまくるってことです。本当に。そに。できない理由を並べてね、やらない理由を並べて、どうしたいんですかと。どうしたいんですか, <laughs> うんですか、うん、逆にこれ聞きたいですよね。できない理由だったりとか、やらない理由を並べてどうしたいんですかと。 吉谷さんだからでき,ちゃできたでしょう。うん、久保さんだからできたでしょう。う小野沢さんだからできたでしょう。うん。それを並べてどうしたいんですかあなたはと。考えないといけないのは、自分でもできることは何なんだろうっていうのを考えなければダメじゃないですか。まあ、百歩譲ってね、それは吉谷さんだからできる。じゃあ、私にできることって何やろうって考える。だその熟成さんもね、熟成さんも言ってましたよ。 めちゃくちゃ言われました他の熟成さんにも言われてることありますけど、その、えっ、ー、と、お金稼ぐ系じゃない情報を発信する熟成さんですよね。だから、まなみチャンネル、まなみさんっていうね、ダイエットのね、あのー、コンテンツ、販売して1000万超えた熟成さんもいますけど、ダイエットですよ。ダイエット。で、まなみさんに、で、チャンネル登録も今10、今何もだ、まなみさん。ちょっと調べていいですか、まなみさん。まな、まなみチャンネル。 今何本いったまなみチャンネル。まなみ。まなみチャンネル。今11万人ですね。はい、11万人です。はい、このまなみチャンネルさんに言われたことも、吉谷さんの商品は、<laughs> ね。 お金、その買えばね、まあ、お金がこう入ってくるっていうような商品だから、それは買うかもしれないけど、私のダイエットは、全員に当てはまるわけじゃないし、体質もあるし、その不確定要素もあるから、高く売れないですよと、まあ、コンテンツ売れないですよっていうね <laughs> まあ、言われましたね、いや大丈夫です、売れます、みたいな、<laughs> 言ってきましたけど、まあ、実際うう、売りましたけどね。うん うんはいまあ、ということで、まあ、知っていることを、まあ、多くの人に伝えられるか伝えられないかそれがすべてですよはっきり言いますけど自己アフリエイトですらまだ知らない人がいますあなたは知っていますみんなの銀行もそうですあなたは知っていたとしても知らない人はまだいています、はい、1億3000万人が全員みんなの銀行を知っているありえないです知らないです 絶対知らない。あなたのおじいちゃんおばあちゃん、みんなの銀行知ってると思います多分知らないですね。<laughs> そう。じゃあ、おじいちゃんおばあちゃんにね、こ最近ね、すげえいい銀行できたんだよと。新しい銀行。これ、アプリです。だから、ね、足腰ね、大変になってね、銀行の窓口行く通帳記入、通帳記入行くの大変でしょみたいな。これもう、タップするだけでもう通帳記入見れるからねと。時代は進んだよ、進んだんだよ、おばあちゃん、みたいな。 あらそうそんな便利なのがあるんだな、じゃあちょっとこれね、ちょっとインストールの仕方教えるから、今からインストールしてこ、これですぐ、タップしたらすぐ見れるから、通常記入しなくていいよ、あらそう、ちょっとね、最近腰が痛くて、銀行まで行くの大変だったの、ありがとうっていうね、わかります、おばあちゃん、これインストールしとくからって、もはやもう、もはや稼いみたいなね、インストールしとくからみたいな、ほらおばあちゃん、しかもこれ1000円入ったよみたいな、あれみたいなね。 なんでこれ1000円入ってるのと。これはね、僕がね、紹介コードっていうのを買って、これ入れると入れるんだよおばあちゃんも知り合いにこれ紹介してね、自分の紹介コードあるから、これ紹介してこう教えてあげると、おばあちゃんにもお金入って、すごくないこの銀行みたいな。お金が増える銀行って今までなかったでしょ。それはなかったね、みたいなね。<laughs> 昔までそんなかなかったよ、みたいな。<laughs> 増えていくじゃないですか。おばあちゃんも稼げますよね、それをやれば。 知り合いにね、知り合いにね、ちょっと聞いてよ、あんたも腰痛めたでしょ、みたいな。銀行通帳記入ね。こう通帳記入ができないあなたへっていうね、これも結構いいリーチじゃないですか、久保さん。通帳記入ができない。通帳記入がめんどくさい、みたいなね。だって、その、まあ、僕なんかは別にもうネット、まあ、こ,うこういうのもありますし、まあ、ネットでもかあできるんですけど、ネットできない人もいるんですよ。じゃあ、ネットできない人は通帳記入行ってますからね。<laughs> <laughs> でもその通帳記入がワクワクしていく人もいれば苦痛の人もいるわけじゃないですか物理的にまあ遠いとかね田舎の人とか通帳記入するまで車で30分とかある,あるじゃないですかそんな住んでるところね、うん、自分の銀行口座に今いくら入ってるのかワンタップで確認できるわけです今はねでもそれを知らない人たちっていうのはいまだに通帳記入して通帳に書いてるんです高熱費とか 水道代とか通帳に書いてますからね通帳記入しに行ってまあうちの母ちゃん多分そうだと思いますけどね昔からなんか記入してたんでめっちゃよくないですかワンタップで全部履歴見えるみたいなでみんなの銀行はこのドロップしてねこの管理できるっていうねボックス作れるよみたいなねいいっすかね久保さんこれぐらい展開は結構喋ったな17分も喋りましたね 知っていることだけっていうね、うん。知っていることだけで億万長者になりましょう。でいいか、はい。まあでもみんな知っていることですら、ね、人に言わないですからね。うん。お金の概念もそうで、お金を、お金をね、みんなね、貯めたいと思ってるんですよ。で、まあ別に悪いことじゃないですよ。お金を貯めたいと。 じゃあこれお金の概念をビジネスにちょっと当てはめるとじゃあ自分のね自分の銀あの金庫あるじゃないですかこの金庫に1億円貯めてたとするじゃないですかで多くの人はここの銀行もしくはえっ、ー、と金庫にね1億円貯めたいと思ってるんですよでニヤニヤしたいと思ってるんですよ通帳を見てニヤニヤしたいと思ってるんですね安心を得たいんですよ 1>, 1億だとかねあ1億の現金だああこれで安心みたいにだから増えないですこれをね例えば1億円をちゃんとまあこれはビジネスのスキームがないとダメですよちゃんとかそういうのがあってでもこの1億円を広告費に使ったらどうでしょうかねめちゃめちゃ露出しますよねだから結局1億を使って広告費を使ってねいっぱい露出してで結局集客して そこでビジネスをする。じゃあこの1億円はどれぐらいになります ?10 億になるかもしれないです。100億になるかもしれないです。増えるんです。<laughs> でも自分の持っているもの、知っているものを俺のものだと。これは私のお得だみたいな。私だけのお得情報、ニヤニヤしてたら増えないんです。これをシェアする、使っていく。そうすることによって増やしていくことができます。わかります。 でも多くの人は、貯金、貯める。私のものだけ、みたいなね。まあ、貯金が悪いわけじゃないですけど、そう、なんか、隔離しちゃうというかね。うん。シェアするっていうね。そのー、前、前澤社長もね、あの、どうですか、お金配りましたけど、お金配ったことによってね、めちゃめちゃリーチしましたねもう、自分の前沢っていうね、名前をね、多くの人に知ってもらったわけですよね。うん。 でもね、これ、お金があるから、それ、前澤社長だけだろうと、お金があるからお金食われるんだろうと、募金できるんだろうとかなんかありますけど、お金がない人、これもね、あの、最近久保さんまた投げないあの、あの、YouTube 大学、中田さんのやつでね、ある本が取り上げられてたんですよ。それが、は、なんだっけな、中田さんが取り上げてたやつで、面白いの、嘘聞いちゃったんですけど、 あのなんだこれ本これめちゃめちゃこの本今売れてるらしいんですけど今アマゾンで1位ですねこのなんだ月年収年収90万円で東京ハッピーライフっていう本があるらしいんですよ年収90万円であのハッピーライフっていうヤバじゃないですか久保さん年収90万円でハッピーライフっていう本が今ねめちゃくちゃ売れてるんですよ つまり、まあ、この人は、もはや今、年収90万ではないとも思いますけど、でもさ、中田さんがね、その本を紹介してるとき、同じようなこと言ってたんですよ。ね、その前澤社長の話言ってたんですけど、この人はね、いやいや,いやあの年収90万でも貯金してる、あの募金、あの募金してるんですよ、みたいでね。でもね、話聞いててね、すごいなと思ったのが、普通だったら結構、生き切った後にこれなんですよ。だけど、この人は、生、ま、き、あ、切らずに、 もううそこの極地に行ったったていうね確かにその悟りの境地というかねそれを直で行ったっていうのはすごいなと思いましたけどね,たね多くの人はいろんな経験した上でそこの悟りの境地みたいな話なんですけど直列で直列で <laughs> こ,のこの考え方この考え方この考え方思考に行き着いてるっていうのがすごいなと。 で、結局ですよ。結局、蓋を開けると、じゃあその行き着いた年収90万のハッピーライフというもの、俺の考え方、僕が行き着いた考え方っていう情報を本にして出版したことによって、今、億万長者じゃないですかね。<laughs> これ多分めちゃめちゃ今売れてますからね。うん。まあ、中田さんも宣伝してますから、日本にわたって。これかなりね、多分。しかもね、このタイトルがいいところが、 共感、ね、なんですよ。年収90万ってまあみんなそのあるじゃないですか。まあ大体はね。え、年収200万の人も少ねえぞ思ってるわけじゃないですか。ね年収1000万売らやましいな、年収200万だみたいな。どうですかねえ、年収90万俺よりや下やんみたいな。どういうことみたいな。だからこの本っていうのはタイトル抜群なんですよ。 もう多くより多くの人に共感を得られる本なんですよ。なぜならば、マウントみんな取れるんですよ。マウント取れるんです。いや、俺の方が収入高いな、みたいな。で、下の人がなんでそんな生活してるんだっていう風な、これはね、これめちゃめちゃ、これ、これはすげえタイトルマジすごいなと思いますけどね。年収9週万でハッピーライフっていう、このタイトル付けはね、 これ今までにあんまなかったんじゃないそもそも年収90万っていう、ね、概念がす,げすごいんですけど。いや、これはちょっとね、衝撃ですね。年収90万でハッピーライフ。これは多くの人はね、買うでしょうね。どういうことっていうのね、まあな。中田さんも紹介してるし、結構か、もうかなり売れたんじゃないですかその中田さんが紹介するだけでも、うん。展開しすぎてますね、久保田さん。 展開しすぎてるなどうすかね年収90万でも億万兆円になれるっていうねこう結局ね本っていう情報にシェアしてますからねで今めっちゃ売れてますから <laughs> 多分これにねじゃあ年収90万でハッピーライフ2とかね3とかね, <laughs> なんかね <laughs> 出したらすごいことになりますよ多分また売れるでしょうねうんそうで私が年収30万だった時とかね今度も <laughs> 年収30万みたいな。どういうことみたいな。年収30万さすがにきついか。この人は東京で多摩で住んでるらしいんですけど。ね、<laughs> ということで、いろいろ申し上げましたけど、展開無限できるんで、この辺にしときましょう。いってらっしゃい。